にちは。そこまだこんにちはの時間やもんね、ギリ。家で仕事なのでラッキーでした。ラッキー。いや、そう、スケジュール的にね。違うな、今日顔が。まつげがね、まつげが生えてきたんやなと。すごい可愛かった、ありがとうございます。昨日だけど、もうね、曜日がわからん。昨日やな、お話し会が最後だにやったのが、なんか昨日か一昨日かどっちみたいな、昨日なんやけど、サイン会のみ。そうです、サイン会。前髪が長いんかな、ちょっとあんまりね、公演までに前髪のなんとかなんかいい感じにしとかな。フィニーさん、ちっちゃいクマ、ありがとうございます。28卒業後に行きます、ありがとうございます。結構ね、その報告が多いぐらいみんな当たっとるというか、まあ当たった人が言ってきてくれるか、当たり前か。試供品のベースのツイート消したの、え、なんかキモと思って、なんかえ、キモって2時間後ぐらいに思って、消そうって思って。え、何これ、キモって思って、ちょっとツイッター開いてみたら、え、キモいな、消そうって思って。2日間お話し会ありがとう、ありがとうございます。もうあんな独り言みたいなもんやけんね、キモキモって思う必要もないっちゃないんやけど、でもなんかキモって思ったら消したいよね。なんか今日涙袋薄いな。ラストを見てた。香川ラスト、あれか、四国の
やつね。香川ラスト、まあでも香川ラストってなんかラストな感じせんかったけど、前髪がね、前髪ってうまくいくときとうまくいかんときがあるから、それが嫌やな。こういい感じの長さになったらこう止める機能とか作ってほしいわ。卒業と公演当選したよ、ありがとうございます。うん、このワードを何回聞いたかってぐらいみんなが報告をくださるんで、ああみんな当たったんやって感じ。うん、今日のカリちゃんの動画見てないのよ。ゆあちゃんの方見てだけしか見てなくて、3つ動画あったから、Rちゃんの一番最後に見ようと思って、こう一番生き方について語ってそうやなって思ったから、それを一番最後に残しとこうと思ってまだ見てないのよ。でも深い予感はした。なんかこう YouTube ってさ、 YouTuber さん同士がコラボした時ってどっちのチャンネルでも上がるやん、コラボ動画が同じ日に。それどっちから見ようかなって迷う。Mm-hmm.
ちょっと待って、 STU のインスタに私載っとるやん。初めて知ってんけど、今なんか載せてくれたんですけど、こう誰かに撮られた写真を見ると自分の顔のポイントが分かってくるね。なんか客観的に自分の顔を見れるというか、すごいね。顔、独特な顔やなって。インスタさっき見た私、ね、今なんか知った、こんな写真が載ってること今初めて知った。クカチャンネル見直したよ、ありがとうございます。あ、そのインスタグラムがきっかけでガガアラストを見て、なるほど、こいつ投稿されたんかって見たら2時間前に投稿されてる。うわ、不意の表情を撮られてます。こう見たらなんか前髪もちょっと綺麗にしたいな。でもね、前髪どうしたらいいんやろ、どうすれば一番盛れるんかなっていうのをずっと探したまま、もう4年半来て今や。公式が来るから宣伝してくれるとは、え、ね、思うね。え、珍しいやん、ちょっとインスタの人誰ですかってそう、サルケア画材ね、全然宣伝してくれなかったっけ。あれは一生、私もあれですよ、私があんなにあの日サルケア画材の当日、うわ、もうまたショールームでこんなこと喋ってしまうことになるけど、でもサンキュー映画祭の当日ね、私あんなにツイートしたのに、あんなめっちゃツイートしたよね、あの日。いや、何なんも、え、知らんのですか、もしかして知らんって、あの思うぐらい。まあもういいんですけど、もう十分可愛いぞ、ありがとうございます。でももっと可愛くなりたいんでねガチですいや、なんかね、こう誰から可愛いと思われ、誰々から可愛いと思われたくてとかじゃないよ、この私の可愛くなりたいっていう気持ちって、自分が満足するあれになりたいっていう、そこから生まれるやつですね。あー、 TikTok はね撮ってないですね。いや、だって私のさ、クーカチャンネルとかさ、宣伝してくれたことないよね、ほぼ。もうそういうもんだと思って、私はもうそういうもんだって思うことに しとるけど、卒業するしな、もう。
今週がラスト金曜か。ちょっとすごいね、ラスト金曜って。もうラスト何々、ラスト公演とかラストなんちゃらとかラストお話し会とか言いすぎて、もうラスト金曜。あー20、あ、そっか、28が火曜日。まあ、だってクユカチャンネルのことね、あの多分ほっと何勝手に榊がやってるみたいな、なんかそんな感じのあれやもんね。なんかあのっていうのいろいろあるけどさ、あの何どうなんかコンテンツっていろいろあるけど、クユカチャンネルはもう個人で、あの榊が勝手にやっといてくださいみたいな、まあまあ私からやりたいって言ったんやけど最初は。でもなんかそんな感じやね。だから別に STU としては宣伝しませんよみたいな、なんかって言われたことないよ、そんなことはね、言われたことないけど、そんな感じじゃない、なんか。こんにちは。でもさ、クユカチャンネルってさ、どうやって始まったかっていうとさ、別に私が一番最初に言ったわけじゃないよ。なんか私が YouTube やりたいんですよ、やらせてくださいみたいな、なんかこういう感じで言ったんじゃない。なんかの話で、なんか大人の人に、なんかあれだよ、すぐ来さなんか全部この喋り方になるな、うん、さ、すぐ来さ、すぐ昔 YouTube やっとったんやったらさ、あのなんかまあ STU 入ってもなんか YouTube チャンネルとかやってみるのもアイディアとは思うけどなみたいな、なんかこういうなんか そんな感じで言われて、で私も考えて、あ YouTube させてもらえる、なんかお願いすればさせてもらえる感じなんやみたいなって言ったらいいかな、なんかそっからじゃあこれこういうことを YouTube でやりたいですって言って始まったよ。で私最初はダンス動画をねやりたいって言ったんやけど、ダンス動画っていうかその昔やってたようなことを、そのなんかぼっちりダンスみたいな感じでそういうのを中心にやりたいって言ったんやけど、なんかね、そしたらいろいろ問題があってね、そのできん制限がいっぱいあってね、で結局ああいうチャンネルになったんやけどちょっとチンピラっぽくてくさ、しかもちょっと私もあのちょっと頭に来てるからそういう感じで伝えてしまう。そう、ダンス動画がしたいですって、こういうことがしたいですって言って伝えたけど、でなんかそれが無理みたいな感じでなって、今ないなんか、じゃあダンス動画が無理ならさ
瀬戸内のもの紹介するしかないやんってなるやん。はあってそういう感じなんやん。だからなんでこの話やんな。クヨカチャンネル、クヨカチャンネル、そうそう、あー宣伝、あープラス84的な、まあでもそんなガチではないけど、その昔やってたようなことっていうか、どっちをやりたいって言ったらダンスをやりたいっていう感じでね言ったよね。普通にそういうことをやりたいって言ったけど、なんかみたいな。クカチャンネルが入り口で必要になったけどね、それはねありがたいですね。そのダンスチャンネルではないけど、でもダンスを中心にやりたいって最初は言ったんよ。クカチャンネルがきっかけで推しになりました。ありがとうございます。もうまつげが下がってきた。今日顔が違うよね。何がいつものメイクと違うの？アイラインか。目尻。さっき持っとったインスタの自分見たらちょっとメイク変えたいなって思ってきた今。やっぱ鏡で自分で見る自分と映っとる自分って違うね。
クヨカチャンネル巡りで広島、香川、徳島の経済回したね、回せましたかね、回せましたかね。ドゥルルルルルドゥルル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 ルうん、真面目な空間じゃん。でもね、真面目もね、真面目で困るんよ。ひろとりさん結婚してかける後ありがとうございます。でもね、真面目やけど、でもあのね、 STU に入ったばっかりの時はガチ真面目だったんやけど、周りを見たらなんか、あれ真面目、私って真面目なんやって気づくやん、周りを見たらね、あれみんなみたいなね。で、結構ね、最近はね、最近はというか結構経ってからはね、あのちょっと真面目さ減ったと思う。まあ根は真面目ないけど、フリーと会った頃荒れてましたね。あー、まあまあそれはそれであれやな、あれは普通に日常を垂れ流しにしとっただけよ、日常の心の中を垂れ流しにしとっただけで、でフリートなくなったらそれをがみんなに見えんようになっただけで、別にそんな変わってないし、もとくなんかフリートができたからそれがみんなに見えるようになって、だからなんかフリートあった頃ってなんか空間がめっちゃ病んでるみたいにみんな思ったかもしれんけど、別にそれはねいつもやし、普通に私のがずっと思っとることが文字として SNS 上に出ただけって感じや。だからね、別にあれだね、フリーズあった頃はね、なんちゃらかんちゃらみたいなのはね、ないよね。
とメイク変えようかな、口でなんか目頭の方に色が足りん気がする。クーカの心の声聞けんくなったってことよね。そう。でもそんぐらいがちょうどいいよ。まあなんかね、何でもかんでもね、見せびらかしすぎたらね、それこそちょっと気持ち悪いしね気持ち悪いとか言うなよって感じ気持ち悪いは言い過ぎだろ。自分で自分に突っ込む。いやでもそうじゃね、なんかさ、なんていうの、こう見えすぎたらさ、特別感なくなるみたいなもんでさ、なんか例えば私もさ、好きな芸能人とかなんかそういうの、その日常は知りたいってそりゃ思うものやけど、思うものやけど、まあね、まあ人によるか、でもその人のあれによるけど、どういうあれ、どういう売り方をしとるとかにもよるけど、なんか見せられすぎても、でもさ、分かれるやんね、そういう日常を見せる系の、どっちかといえば日常を見せとる系の芸能人の人もおるしさ、日常全然分かりませんみたいな芸能、日常見せません系の芸能人の人もおるやん。例えばさ、日常を見せる系の人はさ、なんかよくインスタライブとか、イメージね、イメージでインスタライブとかよくしてるイメージ。でもそれで距離感が、なんかファンの人と距離感が近くなるのはいいけど、でもなんかそういう、なんか大変そうやなとは思う。その分目頭入れるのいいかもな。卒業までにいろんなメイクを試していろいろやろう。話し会ありがとうございました。ありがとうございました。そう、結局それ安売りはダメってこと。うわー、ほうじ茶キャラ、ほうじ茶ミーツキャラメルフラペチーノ、美味しそう。何しようと思ったっけ。
にちは。いける？何の話や。ハロー。クガちゃんのアブ、ああそうか、昨日あれか、昨日があのアブターゲットできる日だったよね。あ、いつもと顔が違うのあれかな、あの2日間巻き髪やって、今日ストレートヘアやけん、そう思うかもしれん。大晦日小豆島、大晦日ってか大晦日がもうすぐそこっていう、それね、卒業公演もあるけど、その先に大晦日っていう、ってか年末っていう、12月31日っていう、もう年変わるんやみたいな、もういろんなのが詰まりすぎて。グッドハッピー、グッドハッピオンラインサイン会。シティリュー7枚目オンラインサイン会。12月26日。なんかあるあるなんやけどさ、こういうのって自分が何時の何時間目やったっけってよくね、分からんくなる。12月26日。
で、私この前、昨日さ、なんか握手会じゃないよ、お話し会、1,2,4時間目と思っとって、3時間目が追加されたこと忘れとってさ、もう次3時間目や休みか。まあじゃあなんか動画でも見るか、空き時間動画でも見るかって思ったら、あ、3時間目あるって気づいて、2時間目の終わりの時に、あれ iPad、 あれ画面に榊美優3時間目って書いてあるぞみたいな、え、今日かと思って、わ、今日かと思って、それで気づいた。こんにちは。サイン会夕方でした。今確認した。でも寝坊ってね、マジ怖いよね。わかる、寝坊。うん、サイン会って今まで夕方しかしてないイメージないけど、私がたまたまちょっと夕方だっただけかな。多分そうやな。
なんかサイン会、まあサイン会ってあんまりしてないよね。コロナになりだし、なりだしてってなんかおかしい。コロナお話し会始まってからサイン会も始まったイメージ。ショールームでサインするやつ、ショールーム越しにサインするやつ。もうこの歌ばっかり歌ったな、これちょっと一回歌い、なんか一回ね鼻歌歌ったらね、てか頭にあの染みついた曲なかなか離れんよね。なんか違う曲を頭に染みつかせな。ちょっとこんにちは。わかった。なんで今日顔が違うか。いつもと違う下地使ってるからや。それしかないだろう。だからや。やっぱこんなに違うんやな。いつもの下地の方がいいな。リアルのサイン会は握手より時間長いから。リアルのサイン会握手会より、確かに。だってさ、サイン書かないかんからさ、時間が来てもサイン書いてサイン書かな終われんからさ、サイン書き終わらな剥がせんからさ、剥がし的にも どうしても長くなるよね、リアルのサイン会って。そう、でもオンラインになったからそういうのもなくなった。私サイン、あれ、オンラインのサイン会はほんまに普通にサイン書いて終わりですから。サインっていうか名前とサイン書いて終わりですから。
て。今日も運動せなっていうのを今思い出した。運動せな今日は。運動しとくねーなーっていう気持ちと、まあ運動し始めたらもうし始めたらこっちの勝ちっていう気持ち。書きながら話聞くってちょい大変よね。いやでもね、サインは別に大変じゃないな。サインはやりながら話聞くのは別にね、全然なんかをなんか違う文章を書きながらとかだったら無理やけど、無理というか大変やけど、サインはね同じ形やもんね、全部。サイン書きながら話聞くのは意外とねいける。でも逆にオンラインサイン会やと こっちが一方的にあれやん、まあ、コメントは来るとしても、あそうそうそう、そういうことか。リアルのサイン会はこうさ書いとる間でもさ耳で聞けるやん。やけどオンラインサイン会ってなったらこうこっち見ないかんやん。こうコメント来たとしても聞こえるあれじゃないからさ、だから大変なんや。なるほどね自分で解決した今。こうリアルなサイン会やとこう書きながらこう喋られたらこっちで聞けるやん。でこっちで書けるし、書くときはやっぱり見るしこっちだからいけるけど、逆にオンラインサイン会はなんか話をしようとするとこうコメント見ないかな。そしたら書けんし、書くときはこっち見るしでもみたいななるから、私オンラインサイン会はマジでサインを書いて終わる。普通なんかほんまにそのままって感じだからやね。だからこっち見たらサイン書けんしね、こっち見たらコメント読めんしね。からサイン書いて読む、サイン書いて読むってなる。オンラインサイン会はいつも。人間は年間約8キロもの添加物を食べていると言われているんやって。やば。そんなん私添加物食べまくりやん。多分他の人よりも添加物されとるもん。私マクド行きまくりポテトチップス大好きやもん。多分普通の人よりも、普通の人がどういうあれかは知らんけど、毎日ラーメン、あーそれも結構。でもさラーメンでもなんか質がありそうじゃない。質のいいラーメンと質の悪いラーメンで添加物の量って
まあでもさ、添加物とか気にしたらもうた、なんかね、それもいいけど、気にせず行きたいよね。っていう自分もいるし、ちょっと気をつけないかんかもなっていう自分もいる。最近ポテトチップス食べとる。そう。なんでなら、美容モチベがないから。そう、でも、今日は食べてないから、そのね、切り替えとるから。昨日まで美容モチベなかった。今日からちょっとずつ、ちょっと取り戻さな。マジで間に合わんけね。なんかね、美容モチベあるときは自然に食べる量減るしって感じなんやけど、美容モチベないとほんまにね、食べることしか楽しめなくなるっていうか。だから逆に美容モチベがあるときは他に楽しいことも増えるし、なんかもう楽しいって感じ。やっぱね、安定にハニーバターチップスが好きですけどね、薄塩も好きやけど、なんであんな美味しいやろうな。卒業しても好きやろうな。当たり前やけど、あの ST をね、卒業してもいっぱい食べるやろうな、ポテトチップスって思うわ。なんか新潟チップスドンキ行けば手に入る。そう、でも売り切れとる時あるけど、でも東京はあるんじゃね。東京何でもあるって思っとるから。だって広島にあるやんと東京にあるくない。普通にあのカルボプーラク、あ、プーラクポックミョンとかあったところにあった。あ、でもポテトチップスコーナーにあるんかな。なんかね、ちょっでもね、置きは売りは分からん。まあ、あると思う。でも東京やったらさ、もうどこにでもありそうやけど、なんかそんな広島よりだって店を絶対あるやんって思うけど、それこそ全然何も知らんけど、新大久保のドンキとか、新大久保にドンキってある？絶対ありそうじゃない？なかったら、私覚えとる、あのネギマの舞台の時に、あの新大久保に連れて行ってもらって、でドンキで、わ、東京のドンキにはプーラクポックンミョンがあるんやって。その時広島になかったからさ、
毎日コーラ2リットルやば、もうあの添加物の人間って感じよね。あ、カイドンさんミラーボールありがとうございます。小さい頃はコーラ飲んだ骨が溶けるって言われてた。あーなんか聞いたことあるかもみたいな。でコーラね飲まんあれやったからな、ちっちゃい頃コーラいっぱい飲むとかじゃなかったから言われんかったんかな。だってねちっちゃい時にコーラは添加物がいっぱいあるからなんちゃらかんちゃらとか言われてもね分からんもんね、当たり前やけど。私ちっちゃい子何が好きやったやろな。コーヒー牛乳とか好きやったかも、甘いやつ。もうその頃かな。まあでもあれコーヒー牛乳ってガチのコーヒーじゃないけど、まあコーヒー要素はだからコーヒー系好きやったやろな昔から。コーヒー牛乳マジであれは神って思っとったな、ちっちゃい時。いいかな、マイルドカフェ。あーね、あの美容院じゃないわ、なんていうの、美容院の美容じゃない方のパーラーみたいな柄のやつよね。伝わる。なんていうの、美容院美容室。雪印の茶色いやつ。あーコーヒー牛乳、そうこれね。えこうえ今そのコーヒー牛乳調べとったらコーヒーチョコミントって出てきたんやけど、見たことねーやけどーみたいな。そうでも今ねこれを飲んだら、コーヒー牛乳飲んだらあんまって思うと、美味しいのは絶対やけど。マックスコーヒーはねよく聞く、あの激甘なんやろ、飲んだことないんですけど、でも多分激甘なんやろなって思っとる。
そう、まあ別に甘いのは飲もうと思わないけど今は。ね、微糖でもだって甘ってもんやもん、缶コーヒーみたいなね。じゃあそろそろランキング読んで終わります。白バラコーヒー牛乳、あ、それなんかねツイッターで見たわ。13位たけさん、12位ランランさん、11位ポクレンパサラさん、10位斉藤さん、9位ナズワンさん、8位フラペチーノさん、7位渡辺さん、6位ビンさん、5位ユッティさん、4位コムさん、3位ナクケンさん、2位カイロンさん、1位ヒラトロニさん、ありがとうございます。よいしょ、ではありがとうございました。